お疲れちゃんですラットですね。今回はですねこちらのねチェンロイジャイデッキを使っていこうと思うんですけど、まあ、このデッキとねちょっと関係ない話にはなっちゃうんですけど、今偶然ライキさん、ライキジョーンズ選手、まあライキさんですね、ライキさんと2日連続YouTube で紹介してるデッキが重なっちゃうっていうね、まあ事件的なことがね今偶然です。偶然、本当に打ち合わせも何もしないけど偶然同じデッキを2日連続紹介しちゃってて、もし今日これがライキさんもね、多分この動画が上がってるぐらいの時間に多分ライキさんも動画上がると思うんですけど、もしライキさんもこのデッキを紹介してたら本当の偶然で3日連続ね同じデッキを紹介するってことになっちゃうと思うんですけど、さすがにね、さすがに多分ないと思うんですけどね、一応ね、まあ、今よければね、まあ、この動画ちょっと見た後にでもライキさんの動画ぜひぜひ見に行ってみてください。何のデッキを紹介してるかっていうのを。で僕の予想としてはね、ライキさん多分このねマジアチャロイフグゴブリンの檻デッキはね多分ライキさん紹介すると予想して、僕は今日このデッキを使っていきたいなと思います。多分です、まあ、予想ですね。もしかしたらこのゴーストがバルキリーとかかもしれないし、全然ね違うなんかジャイとかホグかもしれないっていうんでね、まあわかんないんですけど、はい、な感じで今日はこちらのロイジャイをね使っていきたいなと思います。で僕がアイスウィズ好きっていうのもあって、最近ちょっとアイスウィズ入りのデッキ紹介が多いかもしれないんですけど、ちょっとねアイスウィズ持ってない方には申し訳ないですね、申し訳ないですけど、まあまあしゃあなしというわけで、でこのデッキはあれですね、僕がクラロワリーグアジアの決勝でねゲームイズ戦の時に使ったデッキですね。はい、決勝で使いましたねこれ。まあそのあれですね、いつも言うデッキが強いですっていうやつなんですけど、まあなんですかね、まあダクプリが前の環境からあったやつなんですけど、ダク、待って、ワンチャンミラーかもしれない。ダックプリが下方を受けたんですけど、射程がほんのちょっと短くなるっていう下方を受けたんですけど、結局ほぼ変わらず、まあ、今強いままでね、今の環境も全然まあ流行ってるぐらいなんですけどほんのちょっとまだ使われてて結構強いなと思ってますね、僕も今だ。なんで普通のおすすめですね。ラバー今ちょっと増えてますけど、ラバーにもまあ普通に勝てないこともないし、絶対的に勝てないっていうのがなかなかないですね。この本当だったらというか、結構遅延ロイジャイとかってアイス墓石とかが入ったりしてるんですけど、アイスピになってます、ね、墓石の枠がアイスピになってます、ね、よいしょ。でその分やっぱ回転が早いんで、すごい防衛力も高くなってますね。ちょっと日本語が下手だった。よいしょ。いや、痛い。危ない。相手もロイジャイですね。相手は、あ、わかった。相手は、オスケ。でも、ダクピだよな。メガゴ。あはってことは、相手は僕のアイスピの枠がスケで、ライトニングの枠が5ですね。はい、多分です。多分っていうか、ほぼそうだと思います。高回転ロイ対決ですね。これ、後ろから結露して、ライトニングもユニットにバンバン打って、終わりかな。ダクプリをタレで剥がして、あともう一個のユニットぐらいね、ライトニング打ってもなんとかなるんじゃねーってやつですね。でも、ファイボか。相手ファイボだから、このアイスイーズとか絶対きついと思いますね。あー、それはうまい。それはうまい。けどですね。これは普通に、よいしょ。いいカウンターですね。これ、ライトニング打ちたいですね。アイスイーズとかに。ダックプリの盾さえ剥がしてくれれば、ダックプリが。あはダックプリ剥がして盾。オッケー、剥がれて、これライトニング打って、よし、オッケー。5とライトニングのこのロイジャイ対決だと、あれですね、圧倒的ライトニングの方が相性がいいです。なぜなら、相手はこのアイスイーズを処理できないからですね。攻め取るねするぐらい。あー、それはうまいですね。逆サイにファイアボールで持っていかれましたね。なんで僕としては、ロイジャイプラスのライトニングで、ユニットをライトニングでしっかり飛ばしていけば、まあ、勝ってますね。はい。なんで。でも、相手の回転が速いのがちょっと嫌ですね。これ、後ろに下げて、5ギャンギャン打ってきますね、相手。ギャンギャンですね、マジ。え、やば、マジ？それ多分、相手攻めすぎなんですよ。これマジ。
端前からメガゴしたりタルバフとか転がしてるから、でもこれが処理できないですね相手は。はい、なんでこれもライトニングって、あ、タルババも当たってくんねえかな。まあまあ相手ボイニットないっす。でファイボーとかトルネでアイスイズね、逆サイ持っていかれるとピンチになっちゃうんで、ここに、ね、置いちゃうと逆サイファイボーでこっち行ったりトルネでこっち行ったりするんで、この右端にね、はい、出してあげてます。ファイボー警戒だけですけど、言うてこれも同じようなことをしとけば、これもライトニング削りしていいな。よいしょ。よいしょ。普通にリュック受け相手、ダックプリ受けるのがね、ないんでね。まあ、めぐっか。よいしょ。で、これは、おお、これで今、ファイブされるとちょっとやばいですけど、はい。まあ、SP で、あ、SP が、SP が。はい。あと550なんで、まあ、ライトニング2発で終われますね。ライトニング2発だけで終わらせようとすると、さすがに怖いんでね。ちょっと、しっかり防衛していきます。よいしょ。で、もしかしたら5飛んでくるんで、ダック振りでね。はい、いけます。はい、ってわけで、これもロイジェ出して終わりですね。相手攻め取るでも使ったんで。よいしょ。おー、すごい。ライトニング警戒で、アイスウィズとか、ダック振りとかがめちゃくちゃ高い位置にいますね。ここもライトニングで、来信しようとしてますね。もう2秒ぐらい待とう。もうちょっと待ちますね。ダックプリとかでワンチャン飛来信されるんで。これダックプリ来てから飛ばします。危ない。ダックプリ早く出してくんないかな。というわけで。よいしょ。あれ、ダックプリにも当たってましたけども、まあね。こんな感じで、受けからそんなに来てなかったかもしれないですけど。まあ、ロイジェイ対決だった場合は、ライトニングでしっかり相手のユニット飛ばしてしまえば、あとはファイアーボール相手だと守りやすいですね。まあ、もし相手がライトニングだった場合は、そのアイスイーズ出してメガゴ出したらライトニング垂れるんで、その瞬間にダックプリ挟むとか、逆にアイスイーズとメガゴをこう同じような近くに、ね、出さないっていうのを心がけると、結構ミラー対決は勝てるかなと思います。はい、というわけで、基本的にこのデッキは受けからです。アイスイズ系のデッキの時は僕毎回言ってるかもしれないんですけど、受けからです。全部受けからです。受けからって言って攻めるやつですね。これは相手マスケ裂いたんで、シンプルにこのマスケさえ飛ばしてしまえば、相手苦しいだろうのロイジャイなんですけど、相手は、バルーンですね。バルーンのバルキリー版ですね。アイゴレが多分バルキリー版だと思います。マスケバルなんで、これがスケとかで多分、はい、ですよね。で、あとはタルユキかな。マスケタルユキのマスケバルキリータルユキバルーンですね。なんで初っ端のバルーンでキング起動したいですね。そしたら後半こっちが有利に立てるので、よいしょ。これはタルバを転がしてマスケ処理して、このバルーンはもうキングいっちゃいますね。おい、やばい。このマスケが延命されるとちょっとやばい。あ、待って。トルネがちょっと遅かった。待って、やばい。それやばい。鬼煽られてる。ちょっと待って。これはね、本気で倒していきます。鬼煽られてますけど、いや、今のはちょっとね、上のマスケにちょっと気がいっちゃってやっちゃいましたね。けど、これは、相手、バルキリー、被害心地味にされますね。まあでも、これは、こっから勝ちます。さすがに、煽られたままで終われないですね。インフェルトは置かないっすね。置かずに守るっすね。うまい。うまい。しっかりうまいっすね。しっかりうまいですけども、まあこれ爆破だけ入りますね。爆破だけなら、いてぃけど。で、この辺バルキリーが来るんで、こうマスケと、バルキリーを出さない。あ、待って、アイゴレがある。アイゴレとバルキリーがあるんだ。なんか珍しい。あ、で、ホリが来る。ホリ、浮世をダクプリ出して。やばい。待って、やめて。煽られたままで終わりたくない、俺。やって。やばい。全然通んねえよ。でもこれバルーンの爆破一発、
にギリ耐えますね。ギリ耐えますね。やばい。終わる。終わる。煽られて終わる。いや、耐える。さあ。さあ、来ましたよ。こっからですよ、マジで。耐えますよ。Y は耐えますよ、しっかり。しっかり耐えて、まだ耐えれます。まだ耐えれます。もう死ぬ気で耐えて、死ぬ気で耐えて、死ぬ気で耐えて、一気に持ってきます。これ勝ちます、マジで。気が飽きたら後ろ、もう一回耐えましたね、相手も。よいしょ。うわー、相手いい位置だな。いい位置だな。ライトニング打てねー。まあ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 、まあ、しっかり耐えますよ。しっかり耐えますよ、まだ。これバルーンの爆破入れたら終わりっすね。OK。おい、おい。さあ、耐えますよ。来た。来た、ここだ。ライトニングって、お、しかも相手やってる1、あ、惜しい、あとちょっと入る、あとちょっとだった、アイス、あれがマスケが飛んでれば、いやまだある、まだある、これまだあるですよ、内側、はい、オーケーオッケー、来た、あと雪玉2発圏内、僕がっすね、僕が散るまで、僕が散るまで雪玉2発圏内、これ絶対インフェ、インフェはこれライトニング今回打てないんでユニットで突破します。いや待って、ある、マジである、マジである、バルキリー飛べ、うん、やべ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 ー、あーはー、ちょっと待って、勝った、これ勝てた、もったいねー、もったいねー、もったいねー、くそ、ちょっと待って、これめちゃくちゃ悔しいんだけど、マジ、いやー待って、今のはあのしょっぱなの、しょっぱなの、しょっぱなの、あのマジでやった、あんなミスはちょっと皆さん気をつけてください、トルネでキングするのに2発はちょっと、いやー悔しいっすね、マジで悔しい、マジで悔しい、マジで悔しい、というわけで最後ちょっとこれ勝って、勝って終わりたいなと終わり思いますね、よいしょ、まあ、しっかりしっかり一発でね、一発で抑えていきます、ふぅ、やばいな今のは、悔しいな今のは、悔しいっすね、あそこまで煽られたら勝ってやりたいっすけどね、本当だったらバルーンの1200、300ぐらい、もうちょいが入ってなかったんで、まあまあまあ、まあ、切り替えて、はい、いきます。なんで、あの、バルーンは、そうですね、イモろうと思えば、あんぐらいイモれますね、結構。まあ、それぐらいこのデッキは防衛力高いんで、あの、変なミスさえしなければ、結構、今のには勝てましたね。これはまあ、トルネでしっかり防衛します。レイジに乗ってるのがちょい怖いですけど、はい、アーチャーで、まあ、あのロイジャイを出すのは相手が基本的に相手のデッキはまあ何か分かるまでは出したくないですね、あの基本的に受けから防衛してからの端前ロイジャイなんですけど、でロイジャイ対決とか相手がインフェルノタワーある場合は、まあ、ケツロイジャイとか、こう相手がファイブを裂いた時はケツロイジャイ、まあ、ファイブを裂いたらというか、これ今アド取ってるんですよね、結果来たー。なんで、くつろいしたんですけど、基本的には受けからの、ペッカだと思わなかったんですね。なんで、受けからのカウンター端前ロイでやっていきたいですね。うわぁ、なんかすごい、すごいなんか、可愛いデッキだな、なんか。アーチャーボム、ボンバーか。アーチャーボンバーってすごいですね。やばい。結構やばい。え、マジ？マジ？やばくない？ボンバーによって俺、ボンバーザップによって俺のアイスイザーとか飛ばされてしまった。まあでもこっからですね、相手ファイヤーボール持ってるんで、それだけ警戒して、あとは端前ロイで、しっかりギャンギャンでやっていきたいですね。まあライトニングちょっと腐りますね。なんでこういう、あ、おいしい。あ、おいしい。これめっちゃおいしい。シンプルに受けがないから相手。やって、やめろ。やめろー！なんで俺がトルネを使わなかった、やばい、甘えた、トルネ使わずに守って攻めようと思ったら攻めれてもなくて、やばいけどまだもらえますね、よいしょ、こうやってファイブなかなか打ってこないですね、あ、これペッカだな、あ、そうです、まあでもこれはこんな感じでしっかりやりつつ、よいしょ、ファイブか、当たんない、当たるかい、やばい、待って、いや、ファイブザップか、
タイムザップで終わっちゃうんだな、青がいいしょ。これアーチャーと、あー、ウィザードいたよ君、あ、ランバーもいた、終わった。あ、ちょっと待ってください。これはあの Y は負けをねちょっと認めたくないんでね、これ負けたんですけど負けたんですけど、ちょっとちょっともう一戦、ちょっともう一戦いきます。今日はおかわりで、今日おかわり、いつも賛成なんですけど、ちょっとあの負けてね、ちょっともや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 がもやもやがやばいんで、本当に今日ちょっとラストでね、はい、行きたいなと思います。もったいないですね。ペックにも基本結構勝てる、そのアイスイズメガゴがペックに対して結構強くて、ダックプリも普通にその陸系で優秀、そしてアイスピアってタルブもあって、あの高回転なんで、ペックには基本勝ちたいですね。マジであの初っ端なんで結論、あの結論が良くないですね。あのマジで相手の陸系わかるので、テンプレだったらいいんですけど、ああいうもしかしたらペックがあるかもしれないっていう相手にロイジャー出してしまったのが良くなかったですね。というわけで基本的に受けから行ってですね。あ、でここは聞いてください。今相手ライトニング打ったんですよ。で僕が今8コスの時に相手ライトニング打ってるんで、圧倒的に絶対4コスはアド取ってるんですよ。なんでここはあのロイジャー出します。はい、もしペッカだったらペッカでだったですね。まあ墓石とペッカまずないね。もしペッカだったらペッカだったドンマイっていう、さすがに4ワードあるんで、あの後ろからメガゴのね、端前アイス、端前なんか後ろ端前ロイとかでもまあ悪くはないんですけど、これ今ダックプリでロイジェイタグ取ってますね。あ、じゃ あのタワーのねダックプリが、あー、もうちょい残るよ、もう1枚、はい、これ今墓石も端前でギリ出してアイスイズも出してるんで、これまた踊ってますね。これはどうしようかな、結論でもよかったですね。別に結論でもよかった、これはまあ端前でも合わせます。普通に結論でよかったですね。しこれでメガゴも出して、多分ラバルかな、多分ラバル、おいしい。あ、メガゴがなんでそっち殴ってるのっていう、これラバルじゃないな、トレネだったかな、あの変なって言ったら失礼、トルネのデッキでした。あ、トルネアイスイズ、おお、優秀か、ババトルネアイスイズ墓石メガゴダック同じようなデッキですね、また同じようなデッキですね。これロイ対決だった場合は あれですね、結露したいですね。これ多分ライトニング打たれるんですよ、僕の予想で。これで、あ、打たれなかった、アイスイズを飛来しにしようとしたんですけど、ちょっと読みが分かんないです、ね。ライトニング、このメガゴアイスイズダックプリを飛ばします。よいしょ。そしたら相手、あの、防衛できるユニットがないんで、はい、アイスイズいました、ね。回転が早いです。基本的に、相手のユニット、できるだけ前半だと相手のユニットをね、ライトニングで飛ばすようにすると、結構いいようになりますね。ちょっと、もしかしたら、ライトニングか、はい。同じデッキ対決ですね、ほぼ。なんか墓石と何かが違うぐらい。やばい、めっちゃアド取られた。アドじゃなくてダメが取られました。これは、後ろから組んで倒していきます。で、こうユニットだけにアイスイズメガゴで、タルババで、相手のダックプリ剥がそうかな。ライトニング打ちたいですね、これ。ここに。そうするとこのロイジェ相手溶かせるユニットはなかなかないと思うんですよね。まあ墓石がちょっと残ってますね。惜しい。これでメガゴがすぐ働いてて、ここで端前ロイメガゴ、いやダメですよ、ここアド取って端前ロイメガゴしてもアイスイズ墓石のプラスなんかで結局守れられちゃうんで、ここのアドを一回攻めずに後ろから組んで、ここでね本当に倒しに行きます。何回目や何回目やレベルなんですけど、つらい。いやマジでライトニングゲーしてる今、お互いライトニング打ってるだけっていう。よいしょ。でも今防衛ライト相手を使ってるんで、それもこっちが攻めれますね。これ受けて、よいしょ。ああ、防衛ライトかな、されない。ああ、墓石が硬い、アイスイズトルネがうまいけど、
わいも負けてない、わいも負けてない。このね2台のアイススイーツにトルネからのアイスピ、よしよしよしでまだ待ちですね。これむずいっすね。これ普通にも後ろから組んで、よし、はい、これ相手ライトニング打ちにくいと思うんだよな。ワンチャン打つ。ダックプリがまず縦剥がれてない時にライトニング基本打てないんで、ここでライトニングワンチャン来るか。あ、でもこれめっちゃいい流れです。めっちゃいい流れなんで、ちょっとシャシャル、いや、いい、マジ、あの普通に普通にアイスイズ、アイスイズ邪魔。ふぅ、いや、これ端前行くチャンスではありますね。よいしょ。でダックプリの盾タルで剥がしつつ、 OK、 いいよ。これメガゴを足して、はい、一発一発かませ、一発かませ、あー待って、やばい、一発かましてなんでなんで、やばい、引き分けは嫌じゃね、引き分けはさすがにちゃうくね、それは違くねーって、マジであのね、そこがちゃうっすね、本当に。いや、これは攻める、あの引き分け嫌なんで、引き分けは負け、引き分けは負け、引き分けは負けなんで、勝ちに勝ちに行きます。お、勝ったくね、なんかん、やばい、待って待って、やばいやばい、やめてやめてやめて、勝ったくね、やった、しゃしゃー、よっしゃー、あぶねー、よかったーってことで、ちょっとあれですね今日はちょい長くなっちゃったかもしんないんですけど、まあ、ロイ対決ぐらいですかね。ロイ対決とかぐらいは結ロイで、基本ペッカ相手には結ロイしたらダメですね。あのこんな感じでボコボコにされます。はい、ってわけで、ぜひこちらちょっとあの見た、僕が今日負けてたんでそんなじゃねえと思うかもしれないですけど、ぜひぜひマジで使ってみてください。これ結構おすすめなんでね。はい、というわけで、今日はねこんな感じで終わりにしたいなと思います。皆さん、あのぜひ煽られた相手にはもう全力で倒しに行ってください。負けないように来てください。はい、ではお疲れ様でした。あの宝箱、このメガライトニング宝箱、あの開けるって言ってたんですけど開け忘れてたんで開けます。はいというわけで、あの最後までね見てくださった方々ありがとうございました。よいしょ。というわけで、あ、ここからね、あのライトニングでね、ディンディンディンで 8回ですね、8回変えることができます。で僕は、ウルトラレアのトリトン、そしてスーパーレアだったら新カード系ですね。スーパーレアは分かんないや、でもレアはゴブリンのりとクエイクが欲しいんで、まあ、レア、スーパーレア、ウルトラですね。まあ、レアとウルトラをメインに、はい、ディンディンディンします。トリトン欲しいです、トリトンお願いします。オッケー、はい、来た、トリトン来ました。というわけで、レアはあとゴブリンのりとクエイクですね。スーパーレアね、オッケー、やばっ、えぐい、来た、クエイク、クエイク、あー、クエイク来い来い。スーパーレア何だったっけ、なんか忘れたわ、新しく出たカード来い、うわー来ない、来ない、クエイク、あ、ヒールか、今はもう弱きヒールちゃんでしたね。というわけで、最後まで見てくださった方々ありがとうございました。では、バイバイ。